CDTV ライブライブでの上腕、ライラック、パフォーマンス、ファン熱狂の秘密に迫る。上腕が見せた。ミセス・ドット・グリーン・アップル、ライラック、圧巻のダンスパフォーマンス。CDTV ライブライブでの上腕のパフォーマンスは、まさに圧巻であり、多くのファンにとって忘れられない夜となりました。今回の企画、踊ってみたでは、上腕の選抜メンバーである川尻蓮、川西拓佐藤慶悟。 そして豆原一生が、ミセス・ドット・グリーン・アップルの、ライラックを披露しました。彼らのダンスは、ただの模倣ではなく、曲の世界観に見事にマッチした独自の表現が織り交ぜられており、観客を完全に魅了しました。上腕のパフォーマンスは、単なる視覚的な楽しさを超えて、彼らの個々のキャラクターやグループ全体の成長が見て取れるものでした。特に川尻蓮のリーダーシップは、 ダンスの振り付けやフォーメーションにおいて重要な役割を果たしており、その存在感は舞台上でひときわ輝いていました。一方で、川西匠の安定したボーカルと柔らかな表現力は、ダンスの激しさと対照的に楽曲の感情的な部分を引き立てていました。佐藤慶吾の長い手足を生かしたダンスは、独特の美しさを加え、豆原一世のエネルギッシュな動きは、全体のパフォーマンスに躍動感をもたらしていました。 ミセス・ドット・グリーン・アップルの「ライラック」は、軽やかなリズムと繊細なメロディーが特徴の曲ですが、それを上腕が踊りでどう表現するのか、多くの視聴者が興味津々でした。曲のテンポが速く、ギターの高速カッティングに合わせた複雑な振り付けは、普通のダンスパフォーマンス以上に高度な技術を要します。4人のメンバーが一体となり、この難易度の高いダンスを完璧にこなした姿には、 まさにスタンンディングジョー・アンはデビュー以来、多くの挑戦を乗り越えてきましたが、このような特別なステージは、彼らにとってさらなる成長の機会となりました。彼らが忙しいスケジュールの中でどれだけの努力を重ねてきたのかは、その一瞬一瞬のパフォーマンスに表れていました。多くのファンが SNS 上で感動の声を上げ、目が離せない泣けてきた、といったコメントが飛び交いました。 特に豆原一世が全身で表現する激しいダンスと、その後の力強い叫びは、多くの視聴者の心に響きました。その情熱的な姿勢は、上腕の成長と彼らの未来を象徴しているように思えます。一方で、ミセスドットグリーンアップルもこの夜、見事なパフォーマンスを披露しました。ライラックのオリジナルバージョンは、すでに多くのファンに愛されていますが、 上腕のダンスと相まって新たな魅力が引き出されたと感じた人も多かったでしょう。このコラボレーションは、単なる音楽の枠を超え、視覚と聴覚の融合による芸術的な表現に昇華した瞬間でした。今回の CDTV ライブライブの企画は、上腕にとっても、ファンにとっても特別なものとなりました。しかし、ここで重要なのは、このようなパフォーマンスが持つメッセージ性です。 パフォーマンスそのものの技術や完成度ももちろん素晴らしいのですが、その裏にはメンバー一人一人が抱える思いや、努力の積み重ねが隠れています。川尻連がリーダーとしてチームをまとめ、時には厳しい練習を乗り越えながらも、全員が同じ方向を向いて進んでいる姿は、上腕がこれからも成長し続けるであろうという確信を与えてくれます。また、今回のパフォーマンスを通じて、 上腕は単なるアイドルグループ以上の存在感を示しました。彼らのパフォーマンスには、エンターテインメントとしての魅力だけでなく、見る人々に感動や勇気を与える力があります。音楽とダンスという枠を超えた彼らの表現は、これからもさらに多くの人々の心を揺さぶり続けることでしょう。一方で、今回のパフォーマンスには、いくつかの課題も浮き彫りになりました。まず、 上腕のメンバーが常に高いレベルのパフォーマンスを要求される中で、いかにして体力的・精神的な負担を軽減するかという問題があります。特に彼らのようなグローバルな活動を視野に入れたアイドルグループにとって、長期的なパフォーマンスの維持は大きな挑戦です。また、ファンの期待がますます高まる中で、上腕がどのようにして新しい魅力を発見し続けるのか、これは彼ら自身にとっても、 プロデューサーやクリエイティブチームにとっても重要な課題となるでしょう。さらに、今回のパフォーマンスが持つ、一回生の価値についても考える必要があります。ミセス・ドット・グリーン・アップルの大森元樹が言及したように、現代の音楽業界では、一度のパフォーマンスやヒット曲がすぐに、消費されてしまうという恐れがあります。視聴者やファンは常に新しい刺激を求めていますが、 それがアーティストにとってどのようなプレッシャーを与えるのか、今後の音楽業界全体の課題としても注目すべき点です。それでも、今回の上腕のパフォーマンスは、まさにその一瞬の輝きを見事に捉えたものでした。彼らのダンスや歌声が紡ぎ出す物語は、見る者に強烈なインパクトを与え、その一瞬一瞬が永遠に心に残るものとなったのです。そして、その背景には、 日々の努力や練習、そして何よりもファンへの感謝の気持ちがあることを忘れてはなりません。上腕が今後どのようなステージを見せてくれるのか、多くの人々が期待を寄せています。彼らのパフォーマンスは、ただのエンターテインメントではなく、一つの文化として、日本だけでなく世界中のファンに影響を与え続けることでしょう。これからの上腕の挑戦を、私たちは心から応援し、彼らと共に歩んでいくのです。 CDTV ライブライブの夜は、単なる音楽番組以上の意味を持ちました。それは、ジョーアンが新たなステップを踏み出し、さらに大きな夢に向かって進んでいく姿を見届ける瞬間でもありました。ジョーアンが見せたその瞬間の輝きは、ただ一回限りのパフォーマンスにとどまらず、彼らのこれまでの道のりやこれからの未来を示唆するものでした。特に、今回のライラックのパフォーマンスを通じて見えてきたのは、 上腕がいかにして個々のメンバーの才能を融合させ、グループ全体のパワーとして昇華させているかということです。彼らは常に進化を続け、その中でメンバー一人一人の個性が失われることなく、むしろそれぞれの個性が集まることで生まれるシナジーを最大限に活かしています。このパフォーマンスはまた、彼らが音楽だけでなく、視覚的な表現やストーリーテリングにおいても高いレベルに到達していることを証明しました。 ダンスという一瞬の動きに込められた感情やメッセージは、歌詞と相まって深い意味を持ち、それがファンの心に響いたのです。上腕は、音楽を通じてメッセージを伝えるだけでなく、その体全体で感情を表現することで、視聴者との一体感を作り上げていました。このような瞬間を作り出すために、上腕のメンバーは膨大な練習時間を費やしています。特に、 今回のパフォーマンスは技術的にも非常に難易度が高く、その緻密な振り付けを完璧にこなすためには、単に踊るだけでなく、曲の持つメッセージを深く理解し、自分たちの体にしっかりと染み込ませる必要があります。このようなパフォーマンスを成し遂げるために、メンバーはただのアイドルではなく、アーティストとしての意識を強く持ち続けていることが伺えます。また、ジョアンが今回見せたのは、 ただの完成度の高いパフォーマンスだけではありません。彼らの姿勢や取り組み方からは、プロフェッショナリズムと同時に、ファンや視聴者に対する深い敬意を感じ取ることができます。常に全力でステージに立ち、どんなに疲れていても笑顔を忘れない彼らの姿は、多くのファンにとって感動の源であり、励ましでもあります。このようなパフォーマンスを続けることで、上腕は今後もますます多くのファンを獲得していくでしょう。 しかし、それと同時に、グループとしてのプレッシャーも大きくなることは避けられません。ファンの期待は高まり続け、彼らが常に新しいことに挑戦し続けなければならないという重圧が彼らにのしかかります。特に、グローバル市場に向けた活動が進む中で、上腕は日本国内だけでなく、世界中のファンを魅了するための新しいスタイルやアプローチを模索していく必要があります。しかし、ここで重要なのは、 上腕が自分たちのアイデンティティを失うことなく、新しい挑戦を続けるということです。彼らはすでに、個々のメンバーが持つ特性や魅力をうまく生かしながら、グループとしての一体感を保つことに成功しています。これからもそのバランスを崩すことなく、さらなる成長を遂げていくことでしょう。また、今回のパフォーマンスをきっかけに、上腕とファンとの絆もさらに深まったことでしょう。 SNS 上では多くのファンが感動の声を上げ、上腕はやっぱり最高だ、こんなパフォーマンスを見られて本当に幸せ、といったコメントが相次ぎました。彼らの努力や成長を目の当たりにしたファンたちは、彼らがどれだけ真剣に音楽と向き合い、ファンを大切にしているかを改めて感じたことでしょう。ファンにとって、上腕の存在は単なる、アイドル以上のものです。彼らは、夢を追い続ける姿勢や、 困難に立ち向かう姿から多くのインスピレーションを得ています。特に若い世代にとって、上腕の成功は自分たちの夢の実現可能性を感じさせるものであり、その努力の過程は多くの人に勇気を与えるものとなっています。一方で、上腕のメンバー自身もファンからの応援に大きな力をもらっています。彼らがステージに立つたびに感じるファンのエネルギーや応援の声は、 どんなに厳しい状況でも前に進むための原動力となっていることでしょうこの相互の関係性が上腕というグループの強さの秘密の一つでありそれが彼らを特別な存在にしているのです今後の上腕にはさらに多くの挑戦が待ち受けています彼らが次にどのようなステージを見せてくれるのかどのような新しい音楽やパフォーマンスでファンを驚かせてくれるのかその期待はますます高まっています 彼らがこれまでに示してきた成長と情熱を考えると、その未来は非常に明るいものであり、私たちはその進化をこれからも見守り続けたいと思います。最終的に、上腕が証明したのは、音楽やダンスという枠を超えた表現力の大切さです。彼らのパフォーマンスは、ただ視覚的聴覚的な楽しさを提供するだけでなく、感情やメッセージを伝える力を持っています。 これからも彼らが自分たちの持つ力を最大限に活かし、多くの人々に感動を与え続けることを期待しています。そして、その歩みをファンと共に続けていく中で、彼らはさらに多くの夢を実現していくことでしょう。